そう。いつも僕らノープランなんですけどね。はい、うん、いやいや、ほんまにね、最近なんか、あのセッションされた方って言います、あの、浅尾さんが。いきなり始まってますけどね。あ、ほんまや。とりあえずしましょうか。はい、はい、はい。ということでですね、あの、ちょっと久々、ちょっと空いてますね。1ヶ月ぐらい空いた。そうや、1ヶ月だけ空きましたね。うん、そうね。ということで、あの、強チューブね。はい。よろしくお願いします。僕ら、あの、起立性ね、2人ともないんで。はい、そうですね。自己紹介だけじゃあ、自己紹介。はい、毎回ね、これは。そうですね。強み診断士の杉本圭也と申します。よろしくお願いします、今日は。はい、強み診断士の、未来志向第1位の浅尾と申します。どうぞよろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。そのちなみに僕は一番最上志向やからね。はい、はい、ねえ、うん、素晴らしいっすよね。僕にない、一番未来志向やね。あ、そう、以上未来志向ですね。もうまあそうやね。最近ね、先ほどの質問もあった。最近は最近診断ね、はい、ちょっと誰とされたからですね。お疲れ。こういうね、ハブリックのありがとうございます。最近ね、あの、あれ、僕ね、接骨院もしそうじゃないですか。はい、接骨院の患者さんから、ちょっと息子見てほしいって言ってね。めちゃくちゃ、スポーツされてる22歳ぐらいの方なんですけど、めちゃくちゃおとなしいんやなって。22歳いたら、まあもう全然大丈夫ですよね、まだやってもね。そうです。うん、で、まあ、どっちかというとそれでそのおとなしいやスポーツもっと頑張ってほしいっていうよりは、今後大丈夫かなみたいな、スポーツしとったのにそんな感じじゃないやみたいな感じやったんですけど、でもね、そんな感じの強みでしたよ。しっかりと、でも着実に進めていくっていうね。あ、実行力が多いですかね。規律性とか慎重さとかね、やっぱり実行力が多い、はい、実行力って基本的にはあの真面目な方というかね。そうですね、実直な人が多いですもんね。僕も言うて1個、2個あるか。あ、そうですか。目標志向と回復志向なんかな。あ、目標志向とか、ね、すごい見事に誰も見てないですね。まあまあそんな感じなんですけど、まあね、いやでもそうそうね、僕実行力はねほとんどないんですよ。信念だけなんですよ。いや、あとね、実行力1から10までも持ってないんですよ。あと全部黄色っすか。黄色とね、人間関係構築力と、あ、そう、まあまあね、だいぶ影響力が多いんですよ、僕もうほとんど、ね、うん、だからね、あの、そうなんですよ、皆さんご存知じゃない方もおられるんで、4つのグループがあるんですよね、うん、ストレングスファインダーに。実行力と影響力と人間関係構築力と戦略的思考力ね、うん、この4つがあって、それぞれのグループでそれぞれの強みが才能がまた違うというね。うん、なんか久しぶりでちょっと緊張しますね。そうですね、はい、え、最近ションですか、セッション。セッションはね、でもね、なんか最近ほんまになんかチームとかが多くて、うちの部署とかうちの会社をとかね、一回そのストレングスファインダーを使ったらどうなるか、今一回セミナーしてくれへんかとかね。だから触りのセミナーがもうむちゃくちゃ多いですよね。あ、そうなんですね、うん、なんかね、僕はね、なんか個人がやっぱり多いですかね。あ、多いですね、個人が。本来はその個人でやるっていうのが通常やもんね。やもんですもんね。だから、あの、一回こうストレングスファインダーを学ん活用していくとこうなるでっていうことを伝えて、個人でセッションしていくのが一番いいかもしれない。そうですか。ちょっと待ってください、うん、これ今杉本さんの強み見たけど、あかんないじゃないですか。あかんない、合意かね。そう、合意かね。皆さん見てください、これ杉本さんのこれね、もう末期、末期キレスは末期緑、尖ってこともね。いや、すごいですね、うん、そう、でも、あ、最近ね、自分で思ったのは、最近ずっと悩んどってね、うん、なんかしっくりこんな、なんかしっくりこんな。でも僕、未来志向1位の2位が目標志向なんですよ、うん、でね、ずっとそれ意識しとるじゃないですかね、やっぱ先生やし、うん、でもね、パッとせえへんなってずっと最近ずっと思っとったんですよ、うんうん、じゃあふっと振り返ると、僕完全にね、自我が抜けとったんですね。あ、その自我ってどうですか。自我、僕ね、自我めちゃくちゃ好きなんですよ、自分の自我。そうなんですよ、好きなんですよ。でも杉本さんも4番でしょ。そう、僕も4なんですよ、自我がね。自我が、そうなんですよ。なんかね、上位2つ意識しすぎて、その先生指導にもかかわらず、うん、なんかね、自我、しかも自分の中ではね、ほっとってもやっぱ、ね、こう出ると思ったんが、もう1に特化しすぎて、あ、
かんかったね。じゃあね、ちょっと自我意識しだしたら良くなってきました。ちょっと元気になってきましたね、やっぱり。いやもうね、浅尾さんも絶対自我出した方がええなと思うし、僕浅尾さん見てたら自我出した方が輝いてはるから、うん、だからもう多分みんなんか、ね、民衆じゃなくて、あの人が集まるとこで、はい、浅尾さんがこうグワーッと上がってくるときは感じるときあるんですよ、ね、これ完全自我出てんな思って、うん、だからそれやっぱ自分が見るより、ね、誰かが見てくれた方が、でもさっきの民衆っていうのはもしかして炎上するかもしれないですけど、民とかあかんで最近ね、そうなんですか、TikTok で。いや TikTok はね大丈夫ですけど、YouTube はこっちもね、あの誰かな、民が考えたかな、あ、そうなんですか。そう、でもこういう話、この民とか入れとったらちょっとあれになっちゃうんですか、誰かが反応してくれたりするんちゃうんですか、まあ、誰もいないですけど、まあ、それ見るとあかんね、はい、だからまあ人が集まるんで、ね、そうそう、うん、注目を浴びて、でさらに僕とか、まあ、浅尾さんとか僕らは人に影響を与えたりとか、浅尾さんこうセミナーとかね、その、うん、そうですね、コンサルティングするときに、うん、あの誰かがメモるとかってこう気づいたりするときってめっちゃ嬉しいんですか。そうですね、キュンキュンするです、ね、めちゃくちゃキュンキュンする、多分自我なんでしょうね、それ。ね、もう どっか向いとったらちょっとえって思いますし、ね、あれそれ必要じゃないかな、なんで聞いてくれてないのみたいな ねありますあります。浅尾さんから見ると僕社交性全然ないですよね。社交性と自我の違いって僕よく似てて違いますよね、あれほんまに。そうです ね自我ってどっちかというと影響を与えたかどうかがすごい気になるし、はい、人からどう思われてるかっていうのも気になるんですけど、社交性は逆に人を好きになってほしいとかね、人が好きになってほしいのは強いかもしれないですね。だから多分ね、自我って、うん、僕のあれですけど存在なんですよ。ああ、なるほどね。存在意義で、社交性ってどちらかというと感情なんですよ。ああ、わかる。なんかそんな感じしますね。多分もう、うん、なんかその言葉で分けようと思ったら多分そういうことになってくるんかなとは思うんですけど、実在するものと感情というと、ね、そう、好きとかね、うん、ああそうですよね、うん、そうなんですよ、好きとかねいうのがすごい社交性の人強いかなと思います。そうです、だから社交性の人は関係性を作るのが優れとかですよね。でも自我の人はそうじゃなくて、どっちかというと必要とされたい子なんで。そうだね、そういうところなんかやってくれとか言ったら、なんか頼まれ事は試され事やみたいな、ね、なんかその前向きに役受けたりしますもんね。そうですね、後でね、とんでもない、いやいやと思うんですけどね、もう言うてもたなみたいな、いやお前ね、まあ、そうそう思いますね、うん、この最近ね、うん、うちにまた接骨院の方にね、新しいスタッフさん、受付さんが入って、その子が多分9月ぐらいなんかな、社員さんになるんですけど、うん、その方の強みがね、うん、もうこの子こっち明るい子やなって思ってたんですよ、うん、じゃあやっぱりね、今出しようんですけど出てこへん、ポジティブですか。そうなんですよ、ポジティブ、もうねめっちゃ明るいんですよ、僕はね。1位が共感性、あ、ポジティブ、適応性、成長促進、信念っていうね。信念なんですね。そうなんですよ、なんかね、めちゃめちゃ明るいですよ。その人のなんか価値観とか知りたいですね、うん、なんかこうじゃないとあかんっていうのは多分持ってはると思うんですけどね、信念ね、うん、うわすごいな、うん、でも受付にそういう明るい人がいたらお客さんも嬉しいですもんね。そうですね、やっぱりね、各位に一人は欲しいなと思いますよね、そういうそのポジティブとか持ってる社交性とかね、そうね、その人がね、どちらかといったらこうどっかが痛いとかなんか直したいなってネガティブな気持ちで来るから、余計なことこうね、受付の人が明るく接してくれたら ね全然違うと思いますよ。そうね、一人おるだけでね、やっぱ雰囲気明るいし、うん、今塾の院にね、うん、働いてくれてるんですけど、うん、なんかどうしてもね、やっぱこうがっちりかっちり系の強みの子が多かったんで、うん、今その子がね、一人入るだけでね、一気に別の院みたいに、そうなんね、負けへんもね、そのかっちり系に。あ、そうなんね、はい、共感性持ってるから、もう周りのね、あの感情も見てるしね、うん、素晴らしい。そういうことって一人はいりますよね。いります、本当にね、ここ実際その子で初めてその痛感したっていうかね、あ、やっぱ必要やなっていう。なるほどね、
なんか浅田さんやっぱそういうとこうまいですよね、その人の配置とかね。浅田さん個別化とか持ってます？僕ね、個別化ね、8位にあるんですよ。あ、やっぱ持ってあるんですね。8位やったかな、そう、8位に。あで、ちなみにね、7位は新年なんですよ。あだからもしかしたら、それがあるから、なんていうんですか、指針書、同友会に入る前から作っとったのかもしれへんしね、わかんないですけど。僕も6位、新年あるんですよね。6位、指針書の達人やもんね。指針書だじゃん。もう全然この間も今日なんかあの大先輩の経営者さんに会って指針書を前もらってたんで僕も新指針書渡してもうペラペラやったぞいやあれねあれどうなんでしょうねそのうちもペラペラなんですけど分厚くて読んでくれるんですかね。いやそうなんです。僕らも逆に多分ね読むというよりかも分かりやすくいうか漢字も少なくして文字数も少なくしてみんなが見える、もう分かりやすいようにはしてますね。うん、皆さん、まあ、皆さんもね、どうですかね、その学生手帳とか読んどったのかなと思って、ね、全く読んでなかったですね。そうでしょ、僕、多分開いたこと、さ、あれもらった時だけちゃうかなと思って、そうですね。あとここに入れとんか、カバンに入れとんか、家にあるんかみたいな。そうやね。最後まで持っとったのかな。なくなったような感じですよね、あんな。どっか置いたんやね、だから。でも学校で言うたら指針、そうやね。そう、今思ったらね。はあ、ってことは、やっぱりあんだけ分厚かったら、もしかしたら、うん、でもまあそれも会社の風土っていうかね、風土ですよね、フェーズとかもあるよね、うん、いつかね、ちゃんと呼んでくれる会社になったらいいですけどね、うん、本当にもう写真とか絵とかをね、結構多めに入れてる感じですね、僕は見てわかるみたいな。あでもね、その写真がね、そうそう、写真入れたいね、うん、より良くしたいもんね。そうです、より良くして、最上志向なんで、ね、いやもうあの格好だけはもう一人前ですね、あのちゃんと、はい、ちゃんと本にしてますよ、手帳に。でもね、いろんなところの師匠にしてますけど、うん、内容を言うほど変わらんでしょ。あ、僕のところあんまり変わらない。3年ぐらいはちょろちょろ通ったんですよ、もう最初から。でも4年目ぐらいからは、割ともう、あ、言ってることってもう一緒やな。そうね。だからずっとね、だからあの単年度目標だけ変えてますね、うん、そこだけ。マイナーチェンジみたいな感じだもんね。ああそうそうそう。でしかもね、他社と比べてもその表現の仕方は違ってもね、言ってることはそんな変わらんかったり、はいはい、まあ、お客さん患者さんを大切にしようねとか、うん、スタッフ同士の成長をね、そうなんちゃらかんちゃらやとかってなってくると、それね、僕も見えどうやったら読みやすく見え、あの開きやすくなるんかなってずっと考えてたんですけど、だから絵増やしたいんですけどね、うん、絵っていうか写真ね、写真ね、写真とかね、その技術がないですよね。そう、僕もなんかどっかから撮ってきて貼り付けたいね。そうですそうそう、ちなみに2人見てくださってますね。 ありがとうございます。コメントは誰か分からへんのですよね、 見られたらとか。そうそう、あの結局お名前はね、本名の人が少ないから。ああ、なるほど、いいですね、はい、という感じで、あのこういうことも、これもライブでできるの、これなんかこう、いろんなことをクリアせなライブができんかったりする。そう、なんかね、僕できるようになって。すごいね、できるようにしていただいて、運営さん、ありがとうございますみたいな感じなんですけど。あ、なるほど。でもこれインスタはできるでしょ、普通に。できます。いや、どうなんでしょう、うん、いや普通にできる。あ、インスタライブってありますもんね。ね、はい、でもまあ、うん、こういうのはされるっていうのはどの資質がいいんやろうね。やっぱり規律性とか、うん、実行力資質がいいんでしょうね。そうやろうね、これ続けるって大変やもんね、うん、僕らすごいその辺が弱い、ね、そうなんですよ。なんかね、ノリで ね行くぜみたいな。でもそういうやっぱね、でもね、やっぱり人は何でも、僕らやったら、接骨院業、物業もそれとは運送業のあれで僕ら人じゃないですか、うん、結局やっぱ続ける人が勝つっていうのもね。そうですね、分かる。だからこれも多分ほんまやったらちゃんと毎月もしくは毎週ぐらい続けたら多分もう見てくれるんでしょうね。もう多分今頃1000万人とか、うん、ああなったんやろね、はい、多分ですけど、ちょっとガーシーに勝ってるから、ね、ガーシーにあれこれ何やえガーシーのガーシーっていうだけでちょっと数字上がりそう。まあそのもう今でも14分もね、はい、まあこれがどんどん今日ね、あの今日するっていうのはあのこのね、セッションしましょうっていうのを取って、
あ、朝からね、ちょっと見とったんですよ、今までの、うん、ちょっとずつ良くなるようですね、なんかちょっとずつね、まだ第1回、2回なんかは、うん、めちゃめちゃ緊張しとったもんね、うん、ポンコツやったね。あの、秋田さん、久保田さんぐらいの時まで、うん、あ、はいはいはい、で、伊藤さんのところぐらいから伊藤さんに崩してもらったって感じ。あ、そうやね。そう、伊藤さん相談上手やからね、うんうん、そんな感じでやってますけど、うん、これやっぱコミュニケーションとか持ってる人がね、うん、やるとまたもっといいんでしょうね。まあ僕も持ってるんですけど、10番ぐらい、ね、僕は全くないですよ。あ、そうなんね。でも浅尾さんは上手ですよね。いや、僕はね、なんなんやろね。僕、6位からは社交性、信念、個別化、親密性、共感性なんですよ。あ、ちなみにコミュニケーションはね、20位、そうかね、真ん中ぐらいですね。はい、考えた。まあ、ちなみに規律性っていうね、やつはね、27位。あ、もうそれぐらいですよ。ないっすよ、31近かったんです。僕、社交性が34倍だからね、全くないですよね。あ、それ意外やな。でも意外ですね。ないんですよ、僕多分何で補ってるんかなと思って、はあ、考えるとやっぱ調和性なんかないで。ああ、なるほどな、うん、合わせていくみたいな、個別化、調和性。そうやね、これやっぱその2つになってきそうっすよね、うん、あと自我って万能でしょ。僕の中では自我は万能やと思ったんですけど、うん、要は求められたら答えたいし、求めてほしいし、必要とされたいんで、うん、いろんなケースでね、相手が僕を必要じゃないって言わない限りはこう何でも対応がしますます ね、 ね、ちょっとこうテンション下がっとっても、なんとかこの人のためやったらみたいな、ね、あ、なんかそれ別にお金とか関係ない、ね、そうなんですよ、そうなんですよ。なんか頼られることが嬉しいみたいな、うん、とこもあるもん ね、 そうね。でも自我ってほんまにそうなんですよ。なんかそれによってその人がすごくね、あの、良かったりとかね、前に進めたりしたら、うん、僕らも一生ぐらい嬉しい、ね、そうですよね、本当に、うん、共感性に近いんかなぐらいね、うん、強みね、セッション、じゃあ強みのテストしたことある人がこう見てくれたら、なんか私はなんちゃらって入れてくれたら面白いからね、ね、将来ね、うん、いや、それ面白い、誰か言ってほしいな。なんか、私、親密性なんですけど、うん、ね、僕、私、自我がある人嫌いなんですけど、うん、ショックやわ、もうショックすぎるもんね。いや、すいません、強みでっていうのがあるからね。そう、自我もなんか漢字変えてほしいですよね。なんか、我がみたいな感じで、ね、自分自身がね、うん、そういう意味じゃないですもんね。でも、あの、うん、影響を与えるために、なんか影響を与えるというかね、人のためになることを努力するからね、意外に求められたもの以上なものをしようと思うもんね、うん、で割とね、多い気もする。あ、でもそんなに民家割合で言うと、ね、自我は割と少ないんですよね、うん、自我活発なんでね、僕失敗ばっかりしようかもしれない、うん、いや、でもすごいですよね、かっこいい、あのね、診断士としてこういうこと言ったらあかんけど、かっこいい強みっすよね、なんか。お、戦略性がね、かっこいいなと思うんですけど。あ、戦略性、僕ないっすよね。僕もないっすよ。で、ちなみに、興味もないっすよ。戦略的な興味がない。はい、まず行こうぜ、みたいな、ね。ああ、でも僕もどっちかそっち。まずやってみよう、みたいな。ないっすよ。うん、あ、12位、まあないっすよね、12位なんでね。うん、ね、ね、皆さんほんまに、まあちょっとね、話すネタもなくなってきましたけど、まあ10、これでも9分ね、20分ぐらいあるんですよ、はい、もうね、こういう風に話してたらもうなんぼでもね、そうなんですよ。で、7月いつするかだけここでも言ってしまったら、うん、そうやね、はい、しましょうか。で、ね、皆さんとの約束っていうことで、うん、で、もしね、はい、あれですよね、なんか僕らとあの一緒にね、セッションしようとかね、うん、言う人がいたらもうどんどん言うてもらって、いや、ほんまね、なんか一緒にしたいですね、一緒に話したいとかね、で、この大事なところは誰も見てないっていう僕の方は珍しいですか、携帯取りそうです。あ、そうか。
もうね、活発性出たね。もう経過されたあ、そうか、これ見たって知らないよね。まだちょっとあの、7月はそうやね、できるだけね。そうやね。このあの、なんか、YouTube 上げるときになんか文章入れられるんですか、投稿するとき。あ、入れれるかもしれない。あ、7月何日決定しましょうか。ね、パワポ、パワポっていうか、パワポじゃない、あのね、テロップ。テロップね。テロップっていうか知らないですけどね。に入れたいな。でも7月はしましょう。そうですね。だからぜひ、ちょっと、これ、もうこれやね。これでもええから。そうですね。こっちでね。でもこっち、だから、浅尾亮介で、探してもらった TikTok あるんですよ。それでわかるのかな、わからへんですけど、うん。そう。だからほんまにどんどんし、なんかこう、いいですよね。無料で、資格資質の、なんか悩みを言ってもらった。ああ、そうですね。言ってもらったら、うん、僕か、その、杉本さんから、答えれる。答えると。うん、で、そんなことを、まあ、こちらはね、録画っていうか、あれですけど、うん、こっち、誰もおらんのに説明してるっていう。ほんまやね。うん、もうダブルカメラでやっとうから。はい。ぜひぜひ。じゃあ、まあ、ぜひ、7月はね、皆さんこう入っていただけたら、そうそうそう、僕らもなんか返せますんで、でもしかしたらね、同じ強み診断士がなのに言うことが全然違うっていう可能性もね、絶対違うと思うんですから、僕と浅尾さんでも違うと思うし、ね、もう何人かはまた違うと思う。ぜひぜひ楽しみにしてください。はい、これも資質によってちゃうからね。そうですね。はい、肩も変わりますし、じゃあまた、はい、予告動画にして7月またお会いしましょう。はい。あ、でも一人の人見る。